嘘みたいに静かになるもんね、この子。絶対こんなにならないですね、ロボロフスキー手に乗ってこんなにじっとは。なんかブラッシングの時、ファントもなんか中田さんこうやってやってるのがすごいびっくりしました。ああ、あんな大人しくしない。しないです、家だと。中田さん上手なんですよね。嫌がりますね。どっか行っちゃう。気持ちいい。ゆっくり。よくなんか頭の方かな。なんでちょっとブラッシングしてみよう。じゃあブラッシングしてみようか。これを大きすぎちゃう。ふさふさがね、ふさふさがね、ブラッシングじゃそのままちょっと光線シューザーあげようか。もう一回今日も治療しますね。光線照射と吸入酸素して、それで薬は、あ、もう今日出す。これ、うん、これってもう日にち使って病院で使ってたんだもんね。そうです。じゃあ、お薬も今日出せばいいんですよね。院長。めっちゃおとなしいじゃん。この辺気持ちよさそうなの。はい、じゃあ、60の1分で。今、さっさしますね。自分で来てくれるし。そうか。そういえばさ、C どうしてます？あ、C は6日に1回。もう C さ、はい、出しますけど、はい、やめましょう。あ、わかりました。はい、あれ、利尿剤だからさ、はい、なしで済めばその方がいいから。はい、止まってたり、呼吸が荒かったら、その時はあげて、で、相談してください。はい、で、まあ、なんだっけ。A が3回ぐらい、2回、2回か3回、3回ぐらいだったよね。3、4回。3、4回ね。はい、やってもらえれば3、4回。はい、で、B は2日に1回。はい、で、C はちょっとお休み。本腹でね、持っていてもらうと。そしたら、追いつきません。と早い。めっちゃ早いよ。追いつきません。で、この動きはロボの動きだよね。じゃあ、はい、まあ、一応もう一枚出しますね。じゃあ吸入しますね。ちょっと待ってください。はい、でこれで撮影してます。